よう5ぐらいありましたか。もっとあったでしょ。いや皆さん、僕本当は下手なんです。知ってましたよね。精一杯やらせてもらってます。すごいもう表情見てると本当にね、真剣にっていうのが伝わってくるんですが、藤井さんの演出もかなり真剣ですね。いやもう試合ですからね。試合は勝ってなんぼですから、お互いに真剣になるのは当然だと思いますし、その中でね、やはり勝てると嬉しいですから、こういうフレンドリーマッチであっても勝ちたいですね。中山さん、後半も行きますか。メンバー表には書いてありましたね。皆さん、まだ見たい？じゃあ頑張っちゃおうかな。はい、では後半に返しています。ありがとうございました。レアカルチャーの皆さん、藤枝前 FC の斉藤選手兼監督ですね、来ていただきました。お疲れ様です。あ、どうも今日はありがとうございます。本当に皆さん、前半終わってリードしてますよ。そうですね。いやでもやっぱりレアカルチャーのすぐ手に入れそうなんで、最後まで頑張りたいなと思います。中山選手のね、チャンスがかなりあったんですけど、もう皆さん、もう真剣ですね。もう絶対ゴールするつもりという感じですね。はい、ちょっと複雑な気分ですけど、でも、はい、最後まで一生懸命やります。じゃあ続いて、石田選手にも来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はありがとうございます。前半、いかがでした？かなり疲れました。はい、どうでしょう、リードしてますが、後半に向けては。そうですね、まあ、手に入れて勝ちたいです。では、改めて会場の皆さんに、まあ、意気込みとメッセージをお願いします。そうですね、一生懸命やりますので、楽しんでください。ありがとうございました。石田選手でした。